今日朝起きた時からもう本当に寒いなって感じて、もう起きるのが憂鬱でした。セーターの下にもう1枚着てて、もう3枚着てます。中にセーター着たりとか、あとはマフラーとかカイロを持ってきたりとかしてます。今シーズン最も低いマイナス0.8度を観測した御殿場市。通勤通学する人はそれぞれマフラーなど防寒対策に余念はないようです。東海地方の上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、各地で今シーズン一番の冷え込みとなった県内。静岡市葵区井川でマイナス4.5度、川根本町でマイナス3.8度、浜松市天竜区佐久間でマイナス0.8度と、19の観測地点のうち17地点で今シーズン一番の寒さとなりました。こちらは昨日の午後11時半ごろに静岡地方気象台で撮影された写真。観測用の容器には氷が張っていました。昨夜から今朝にかけましては、冬型の気圧配置ということでですね、寒気の方も流れ込んでいたというところで、結氷皿というお皿があるんですけども、そこに一面氷が張ったというところです。気象台は今日初氷の観測を発表。平年より7日、去年より16日遅い観測となりました。午前8時を過ぎたところです。静岡市葵区役所の温度計は4度を指しています。コートを着ていてもかなり寒く感じます。静岡市中心部の最低気温は 1.2 度、最も寒い時期を下回りました。痛い寒さ、マフラーがいつもよりちょっと厚め、手袋もしてます。水面からゆらゆらと立ち上る水蒸気。こちらは伊東市の一碧湖。暖かい水面に向かって冷たい空気が流れ込むことで起こる気嵐が見られました。県内は日中も気温は上がらず、平年と比べると寒い一日となりました。暖かさを求めて向かったのが静岡市葵区の大焼き芋。創業100年を超える老舗です。看板メニューのおでんは黒はんぺんや牛すじなど14種類で、1つ120円から180円で販売しています。寒い日だからこそやっぱ温かいおでん、ここ美味しいんで食べたくなりますね。今日は牛すじと、こんにゃくをいただきました。好きですね。牛すじ結構大きくて食べ応えもあって、この値段ではお得だと思います。帰省で来て久しぶりにちょっとここのが食べたくなってきました。涼しくなってきて、はい、お客さんの方の客足も少し増えてきたかなっていう感じはしています。これから冬休み、あとは年末年始にもなりますので、はい、忙しくなってくるかと思います。朝早くから取材をしていて体は冷え切っています。この温かいおでんで体を温めたいと思います。いただきます。おいしい。出汁がよく染みています。この寒さ、この温かいおでん、本当にいいですね。体に染み渡ります。さらにおでんの他にも気温が下がると売れるというのが、前の日とかに比べてちょっと気温が下がったりするような日はやっぱり焼き芋っていうお客さんが非常に多いですかね。寒くなるとお客さんが増えるというようなことはありますか？その寒さの度合い次第と言えますかね。やっぱりあまりにもギューンって寒くなってしまうと、今度はお客さんそのものが外へ出歩かなくなってしまうっていうのもあるもんですから、そうなるとちょっとやっぱり逆に客足が鈍ってしまったりもするので、その前の日に比べて少し寒くなる、それぐらいがやっぱりうちの店はお客さんがこの増える感じはしています。明日は今日よりは冷え込みは和らぐ見込みです。